札幌テーネ札幌テーネは札幌市テイネ区にあるレジャー施設。この項目ではテイ山シャンゼについても記載している。テイ山の斜面にありスキー場、ゴルフ場がある。カモリ観光が運営している。ハイランドゾーンには札幌オリンピックアルペンスキー競技で使用したコースがあり、国内大会や国際大会の会場となっているほか、オリンピアゾーンには 聖火台が残っている。北海道内で初めて全日本スキー連盟の認定校となったテーネオリンピアスキー学校日本職業スキー教師協会公認の三浦雄一郎スノードルフィンスキースクールがある。テーネオリンピアは北海道放送と三菱金属工業による合弁事業であり株式会社テーネオリンピアが運営していた。札幌オリンピック開催決定に伴い テイネさんはアルペンスキー競技の回転、大回転競技会場として開発し、テイネオリンピアにはボブスレー競技、リュージュ競技の会場や聖火台を建設した。オリンピック開催後には王子緑化がテイネハイランドスキー場を開設した。1986年には王子木材緑化が西の方面へスキー場を拡張する開発計画を発表したが、 市民団体の根強い反対などによって開発中止となった。手稲山競技場演奏手稲山第二方の北西斜面において1968年9月から造成し1970年11月に完成した。運営本部胸男子コースは手稲山山山頂から北北西の斜面に造成し上半分が A コース B コースに分かれており、 中間付近から合流して一本となっていた。オリンピック開催後に閉鎖し、リフトやハウスなども撤去した。女子コースは手稲山の北東尾根から回転コースのゴールに向かって造成しており、オリンピック開催後も日本国内外の競技大会で使用している。1969年10月着工、翌年2月に完成した。日本国内初のボブスレー競技場として、 オリンピック開催後も全日本ボブスレー選手権大会の会場として使用していたが老朽化などに伴って2000年に閉鎖した。札幌市が立候補を表明している冬季オリンピック・パラリンピックの計画書には2016年の2026年大会招致計画時点で施設再建による活用計画が記されていたが、その後2019年には2030年、 大会招致計画にて、コスト削減策の一環として、長野市、ボブスレリュージュパークでの開催に修正された。1969年6月着工、1971年2月に完成した。オリンピック開催後は、市民大会などで使用していた。1985年に撤去し、跡地は、丁寧オリンピアスキー場のゲレンデに転用した。 テイネ山ロープウェイ36駅左隣は、エイトゴンドラ山頂駅2003年にロープウェイを保有していた札幌市公園緑化協会から、カモリ観光へ営業上とされた。2008年にサミットエクスプレスがロープウェイとほぼ同じルートで整備したことに伴い、同年12月11日の営業をもって運行を休止した。なお、翌年以降の夏季営業は検討中としているが、 休止後の運行例はない。夏季4月末から10月初旬までの土曜、日曜、祝祭日と夏休み期間中毎日に営業。HBC、三菱マテリアル時代は入場無料、回数券方式で営業していたが、カモリ観光による買収後は入場券方式によるフリーパス制とした。2010年度より休園となり営業を終了している。 ファミリーランドプラザアイノリノリランドプラザ2その多冬期間限定で JR 北海道バスがテイ駅からテイ山線を運行しているほか札幌市中心部の各ホテルや札幌駅と直結しリフトゴンドラ券がセットになったバスパックビッグランズ号テイ線がある聖火大スキー場前からテイオリンピア前までの区間を無料のシャトルバスが運行している テイネヤマシャンツェに関するカテゴリー、札幌テ寧ネゴルフクラブに関するカテゴリー、テイネオリンピアに関するカテゴリー。ありがとうございます。